切れ、切りまくれ、飛ばせ、飛ばせ、ぶっ飛ば3回、気持ちいったれありゃしない、気持ち悪いったれございません。ストレスに悩む現代人に朗報、ゲーム史上最強ストレス一発解消、6万匹相手の大立ち回り、売れぶったりリアクション、戦神登場。時は信長秀吉など名だたる武将が天下を争う戦国時代。武田信玄のお膝元諏訪湖の底から古に封印された魔物の大軍が復活。日本各地を徘徊し人を喰らうようになった。殿が戦乱の世にある武将たちが手をこまねいていた時、戦神武見方の御事に報じる美しき巫女のもとに獣の頭を持った武者犬神が使わされた。神の命により巫女犬神は武将たちに協力し魔物退治をすべく旅に出る。私たちの使命あちらのようです。急ぎましょう。史実に残る戦国の世の合戦、人間ドラマ。プレイヤーは図らずも歴史の狭間をさまようことになる。敵である魔物は群れをなし襲い来る。その数最大で6万を超す。対する神の力を授かった犬神の戦闘力は圧巻。霊力を使った必殺技は一撃で100匹以上の敵を投げ倒す。ああ、快感。武将たちの軍勢に協力する戦闘では人間のために活路を開き、さらに魔物を出現させる結晶を破壊する。そして戦場に本柱を立て、人間の生命力を回復させたり援護する術も使うことができる。戦闘中には突如出現するさまざまなアイテムや武器を入手できる。犬神が使用する武器は全99種類。武器によって犬神の生命力や攻撃力が変化する。また5000匹相当戦のタイムアタックや65535匹斬りなど多彩なゲームモードが用意されている。そして戦神ではビジュアルデザインに漫画家の高橋勤氏を起用。魅力的なキャラクターがゲームの世界観を深める。千人斬りなんてもう古い、こちとら6万斬りでございます。ああ、こんなゲームが欲しかった。群れぶった斬りアクション戦神、11月24日発売。